社会を変えるアプローチができる、それができるのがやっぱり横浜市じゃないでしょうか。児童相談所で子どもに関する相談だったりとか、あらゆる支援をしています。緊急対応だったりとか、緊張感のある場面っていうのも仕事する中ではあるんですけれども、普段からコミュニケーションをとっているので、すごく職場の雰囲気は良くって、支え合いながら仕事できる環境かなというふうに思います。年数に合わせて研修があるんですけれども、児童相談所だけではなくって、いろんな区だったりとか、別の局の同期が集まって、こんなことが大変だよねっていうのをざくばらに結構話せる機会でもあって、元気をもらうことのできる研修になってます。生活支援課の職員さんたちが働きやすいようにマネジメント人材育成しております。横浜市全体として男性も女性も育児も介護も制度を使って働いていくっていう職場風土が本当に根付いていますので、キャリアも合わせてやっていけるという土壌がしっかりできている。支援が多様化複雑化している中で、社会福祉職としての先輩として後輩を育てていくっていう使命感を誰しも持っているかなと思っています。横浜市では引きこもり支援に必要なことを自分たちで日々考えながら新しいものを作り出して取り組んでいるという形になります。横浜市の社会福祉職は特徴としては区役所での勤務と局勤務というふうな形で、どちらも経験できるというところが横浜の特徴だと思います。社会福祉職としては相談者を思うための想像力、行政の職員としては制度や仕組みを作り出していくという想像力、この2つの想像力がとても大事なんじゃないかなというふうに思っています。一つの分野だけではなく、さまざまな分野を経験させてもらうことによって、世の中を俯瞰的に見ることができる、いろんなことを知っていて幅広く相談に受けられる支援者っていうのを目指しているのが、やっぱり公務員の社会福祉職だと思っています。